内藤茂春は、愛知県碧海軍高浜町出身の元機手、元調教師、元馬種。管理場通算出走1万1201回という、中央競馬の史上最多記録打ち立て、調教師として、定年引退間際の2000年に機手復帰を試みたことで話題を集めた。実刑、広氏は、東海地方で飲食店をチェーン展開する、株式会社ダルマの創業者。 同社会長で場所の内藤構造は老いである。実家は名古屋工賃を生産する養鶏場を営んでおり、太平洋戦争を経て、戦後は定時制高校に通いながら、鉄工所や河原の製造会社に就職したが、工場内で排出される梅園で早う闇給食を余儀なくされて、高校も中退。休養中に、高校時代の友人と地方公営。 岡崎競馬場を訪れたことをきっかけに騎手を志すが、この希望は父親から猛反対を受けたものの、兄、広氏の取りなしにより許可を得る。広氏の知人を通じて、名古屋の騎手県庁教師、三岡直三郎を紹介され、三岡は内藤に大使規模の大きい国営競馬で騎手になることを勧め、京都、武田文吾文吾を紹介する。武田は半年前に騎手見習いとして、 栗田勝を受け入れたばかりであり、この遺跡話は流れた。その後に改めて、中山、鈴木慎太郎級者を紹介され、1950年に騎手見習いとして、同級者に入門。当年には広島名古屋市内に寿司店を開業。1952年には騎士免許を取得して、正騎士としてのデビューを迎えるが、騎乗機会が極度に少ない時期が続いたため、 1954年には、小倉、千倉正夫級者へ移籍。1955年2月に初勝利を挙げると、当年は急勝をマークしたが、1956年2月の、障害競争中に騎乗馬が転倒し、下敷きとなった内藤は足首を骨折。8ヶ月間の休養を余儀なくされ、復帰後は、京都に移り、浅見国一の紹介で、久保道夫級者に移籍。 この頃より、勝利数を増やし始め、1958年には、壊れて久子清支給者に移籍して、同級者の主戦機種に収まった。1959年3月に、清姿で、大阪杯を制し、デビュー8年目で重賞初勝利を挙げる。年間通算では38勝を挙げて、関西3位につけると、同年には、武田文吾らの師匠である。 鈴木仁吉の次女と結婚している。1960年に義兄の鈴木和夫が管理場不足により旧社廃業の旧地に立たされたため立て直しを手伝うために鈴木旧社移籍。様々なつてを頼って馬を集め寿司店を成功させていた広氏にも馬主資格取得を頼み所有馬を旧社に予託させた。これらの取り組みが功を奏して旧社は再度軌道に乗り、 1965年には所属場の早子まで玉椿記念を制し、自身の重賞2勝目を挙げた。この頃より多級者からの依頼が増えて成績が向上し、1966年にはエイトクラウンに起場して、品馬初の宝塚記念制覇を達成。1967年には太陽で宝塚記念連覇を果たし、同年は自己最高の53勝を挙げて、 関西2位を記録。中京での活躍が目立ったことから、マスコミから、中京の公認との異名も付されるなど活躍したが、1968年に、鈴木が休止。旧社の解散を防ぐために、内藤は、騎士として、充実期にありながら調教師への転身を余儀なくされ、同年に現役を引退。騎士通算成績は2895,307勝、内重賞7勝。 騎手引退の同年に京都の旧舎を引き継ぎ、調教師として開業。2年目の1969年には早くも51勝を上げて全国8位につけると、1970年には国の花で京都牝馬特別を制し、重賞初勝利を挙げる。同馬はその次層で牝馬三冠の最終戦として創設された第1回、ビクトリアカップを制し、 同競争の初代女王となった。その場所は兄、広氏であり、これが重賞に勝利した初めての所有場となった。以後も、関西の有力調教師として確固とした地位を築き、1979年の菊花賞では管理場の橋ハーミットと橋クランツで1、2着を独占し、騎手時代に勝てなかったクラシック制覇を果たした。1991年の有馬記念では、 大優作が弟子の熊沢重文を背に15頭中14番人気で出走し単勝1.5倍と圧倒的な支持を受けていたメジロマックイーンを最後の直線で差し切り日本レコードでの優勝が話題を集めたこの時の内藤は勝利時の記念撮影に備えてきちんと清掃して当日に現れ他の関係者にはどうしたんですかと散々からかわれていたが レース後には皆黙ってしまったという逸話があり、かつ自信があったことを裏付けている。一方で1996年のスプリンターズステークスでは、衛星ワシントンがわずか1センチメートルの差でフラワーパークに敗れ、GI 史上稀に見る接戦として JRA の CM 内でも語られた。内藤の管理場には地味な決闘の雨が目立ったことで知られたが、これについて内藤自身は、 私は何も地味な血統の馬が好きなわけではないとしながらも、両血の高額馬は場種が大きく損をする可能性もあるため、金銭的な負担を少なくして競馬を楽しんでもらう。これが私の旧舎の方針だったとしている。息長く現役を続ける馬も数々おり、開業初年度に北海道で育成専門の優秀牧場を設置し、内藤自身の方針で、 若駒時代から強い体質を持つ馬の育成に当たった。調教師の石坂忠氏は、同乗の従業員から内藤旧舎の休務員となり、後に独立している。調教師の70歳定年を翌年に控えた2000年10月、内藤は突如として日本中央競馬会の騎種免許試験受験を発表。要項には十六歳未満の受験を認めない旨が明記されていたが、 上限年齢については定められておらず、競馬会も願書の受け取りを拒否する理由はないとして、受験を容認した。69歳にしての騎士復帰への試みは、一面で報じるスポーツ紙も現れるなど、幅広い注目と応援を集めた。だが一次試験の学科に手こずり、走路試験、障害試験でも馬を止められなかったり指定された。 コースを回れないなど、約30年ぶりの機種再挑戦は厳しいものであった。試験終了後の記者会見では、手応えはありますと合格に自信を除かせたが、結果は不合格に終わった。翌年の受験にも意欲を見せていたが、試験後より視力の低下が進み、手術を行うも、要項で定められた、規定の視力を保つことができず断念した。後に受験を改装し、 今にして思えば、70歳の定年調教師が無謀にも、騎士を目指し、世間を騒がせて恥ずかしい限りだ。あえて言い訳をさせてもらうなら、私は死ぬまで馬の世界に身を置きたかった。馬と共に生き続けることだけが目標だったと、語っている。2001年2月28日をもって調教師を、引退。通算成績は1万1201,893勝。 通算出走数は中央競馬史上最多記録。管理場はゆ、久保幸きを石坂忠久きなどに分散して引き継がれた。引退後は公営、その田競馬で馬種資格を取得している。2013年8月12日朝に死去。82歳房つ。主な機場は主な管理場太字は門下生。括弧内は、旧社所属機関と所属中の職分。 ありがとうございます。